どうも、須藤さん。こちらの方、いつもありがとうございます。とらやのね、羊羹かなと思ったら、今回は、おしゃれな、粉物といいますか、おつゆをね、いっぱいいただいてみたいで、これで、うどんやおそばを、寒い時期ですからね、いただこうかと思います。ありがとうございます。で、今回、バレンタインデーにちなんでですね、季節銘柄っていうものがあると思うんですが、まあ私はよくは知らないんですけども、株の考え方って、こういうふうなことなのかなっていうふうに、実際に私スーパーマーケットの勤務を経験してきたことを組み合わせて、ちょっとね、私のヨタ話を聞いていただきたいと思います。まずはチョコレートを作ってる会社って、おそらくグリコ、森永とかね、その他様々あると思いますけど、今回は仮に中身はよくわかりませんけども、森永っていう会社を取り上げてみましょうか。森永製菓グループかなんかあると思うんですよ。森永っていうのも、森永って会社1個があるわけじゃなくて、多分グループだと思うんですよね。チョコレート1つにしても、パッケージがあったりとか、物流があったりとか、保管があったりとかね、それから商品部みたいな感じでいろんな比較検討したり、サンプリングがあったりとか、マーケティングがあったりとか、企画営業とかあると思うんですよ。で、森永っていう会社もチョコだけを作ってるわけじゃなくって、お菓子部門だけで、考えてみても、森永製菓の中の飴を作っているところですよとかね、チョコを担当してますよとか、ガムですよとか、せんべいですよみたいに分かれると思うんですよ。となると、森永っていう単体で株式を見ると、バレンタインデーといえどもチョコばっかりやってるわけじゃないし、チョコが売れた分他のお菓子が売れないんで、結局そのいわゆるツッペになるんじゃないかなって気はするんですよ。もちろんチョコはたくさん売れるんだけども、その代わりこの期間はチョコ以外のお菓子はちょっと冷えるよねって感じで、ぐーっと伸びるというよりも、チョコは伸びたんだけども他のがちょっとおとなしくなって平均化されて、で、バレンタインデーのちょっとね、前後を見ても、割となんか法則性が見つからないんじゃないかなって気がするんですよね。で、それをまあ、ストーンさんの動画を見ながら、もしかしたらこういうことなんじゃないかなっていうふうに想像はしてみました。全くわかりませんけどね。というところでね、森永という会社をちょっと分解してみて、森永というフロントの会社の子会社ですよね。森永の多分下請け会社、子会社ぐらいが多分チョコ専門に作ってますよっていう工場を要してる、森永ジュニアスピリットみたいなね、仮にそういう会社があると思うんですよ。で、かたやまた森永のグループの下請けで、飴専門で作ってる工場を要してる会社 B ですよっていうふうな子会社があるみたいな感じで、看板に森永があっても、フロントにね、なんかその下にいろんな子会社があって、結局それを総括してるのが森永グループっていう、いわゆる今回株式の価格で表してくれた、ストーンさんが表してくれたところの価格に反映されてるんじゃないかなと思うんですよね。そうなると、チョコレートを担当している子会社はどこなのかなっていうふうに調べていくところが、株式の銘柄のね、なんか探す時の面白いところかなと思うんですよね。で、それで仮にチョコレート専門で作ってる工場と、その工場を管理運営してる会社が見つかりましたと。その会社は、森永チョコレート製造ですっていうね、仮にそういうところがあったとするじゃないですか。もう森永っていう会社のチョコレートはもう、森永チョコレート製造株式会社、これがもう一手に引き受けてやってますよと。しかも、この森永チョコレート製造株式会社も、ただね、板チョコだけを作ってるわけじゃなくって、あと、マカダミアムナッツを作ってますよとか、麦チョコを作ってますよとか、チョコマーブルを作ってますよとか、板チョコを作ってますよとかね。あと、チョコのこの壊れたやつを袋詰めにしてるやつ作ってますよとか、様々あるんじゃないかなと思うんですよ。で、もしかしたら、そういうのを一手に引き受けて、森永チョコレート製造株式会社っていう子会社がやってるのかもしれませんし、さらにここから分かれて、麦チョコ部門、板チョコ部門、なんとかチョコ部門って分かれて、それぞれの孫会社があるんじゃないかなって私想像するんですよ。で、仮に今回、その森永、フロントの森永製菓の孫会社の板チョコ製造販売株式会社って、ここはもう板チョコばっかり作ってますよっていう会社があるとしたら、そこの株が単体でグッと上がるってことはないかなと思うんですよ。で、あと当然そういう会社ってのは、2月に株価が上がるというよりも、2月はもうバレンタインデー当日ですから、その孫会社の板チョコ製造森永株式会社からすると、とっくにことが終わって、もう一息ついてる状態だと思うんで、そこでは株価は上がってないんじゃないかなと思うんですよ。ということはどういうことかっていうと、2月に店頭に並べて販売するってことは、1月にはもう仕入れが済んでないといけないかなと思うんですよね。スーパーとかでも、大体チョコレートっていうのは1月にもう仕入れがどんどん入ってきて、で、もう1月の半ばぐらいにもう成人式終わった頃にはバレンタインデー売り場って作ってるわけですよね。だから発注そのものはもっともっと早くって、例えば12月にスーパーとか店頭の人が、担当者が12月にバレンタインデーのチョコを仕入れて発注かけて1月の15日ぐらいには納品するようにしてると思うんですよね。そうなるとですよ、12月に発注ってことは多分チョコを製造してるのってもっと前なのかなと思うんですよ、11月とかね。ということは孫会社の板チョコ製造株式会社は11月に販売店さんからの発注を受けて11月に工場をどんどん稼働させていて、その1ヶ月前にチョコレートの原料をバンバン仕入れてるんじゃないかなというふうに組み立てるんで、おそらくそうなると10月とか11月あたりにチョコレート製造株式会社、ね、森永の孫会社のそのチョコレート製造株式会社、板チョコ製造株式会社か、そこっていうのは10月とか11月にものすごくフル稼働していて、どっちかっていうともう11月12月はバレンタインデーの発注もまとまったし、チョコレートも製造完了したから、あ、これでいい年が越せそうだなって、作業どんどん減っていくよねって感じで、そっから株価どんどん落ち着いていくんじゃないかなっていうふうに見てるんですけども、いかがでしょうか。なんかね、その森永っていう会社を今回は中心に考えてみたんですけども、こういうふうにグループ全体の株価を見るといろんなものを扱ってるから、ちょっとこうね、ランダムウォークみたいになっちゃいますけども、絞り込んで子会社孫会社さらにその下っていうふうにやっていくと、まさにその時期に必要なものを半年ぐらい前にもう仕込んでますよってところなんで、そこでなんかねグツグツしてるんじゃないかなと思うんですよ。ただしそこまでいくと孫会社とかさらにひ孫会社とか行くと株式を公開してない恐れがあるんで、株価は買えないよってオチかもしれませんけどね。まあそういうふうに感じながらちょっと見ていたんですけども、今回はチョコレートですけどもね、もしかしたらね、あれですよね、意外なところの株が上がるかもしれないですね。意外なところの関連株みたいなのね、そこはどうなのかなとか思っちゃいますけども、例えば意外なところって言ったらどうですかね、物流株が上がるとかね、チョコレートの配送がね、トラックの本数が増えるぐらいにたくさんあるってことはないでしょうけども、例えばね、かさばるものとかはトラックの便数が増えるんですよ。かさばるもの、何があるかな、スーパーで言うと、なんだろう、ここ水ですね。水とかは単価が安い2リットルのお水が6本入っていて、なんかサンキュッパーみたいな格安の水ってのは重いしかさばってるし、トラック1杯積んでも店頭での売り上げってあんまり作んないんですよね。そうなるとその水が売れることによって水の株価はあんまり変わらないんだけども、安いね、単価なんで。でも配送するトラックの便だけは増えるんですよね。だからその物流の、水に関する物流の株価だけは上がるみたいな、トラックの便数増えて発注がすごく殺到するんで、それこそ1店舗あたり今まで通常でしたら水に関しては3台の車でよかったのが、もう10台とかになってからね、通常の3倍ぐらいのトラックを出すようになるんで、当然トラック会社の売り上げも単純に3倍になるから、株価も3倍ぐらいになるんじゃないかなとかね、そういうふうに考えちゃったりするんですけどね。私がもう株のことはそこまで深く考えてませんけども、スーパーにいながらタイムラグをつけてね、現場で売る商品っていうのはもう何ヶ月も前に段取りがついてるんだなと。大体スーパーで考えると店頭に並ぶ商品っていうのは半年前にもうすでにね、プロジェクトがスタートしてるみたいな感じですよね。あとは究極は年末年始ですよね。年末商戦っていうのは実は例えば令和4年の年末だとね、令和4年の年末29、30、31で販売したものを販売しながら来年の発注かけてるわけなんですよ。だから年間発注ってのがあったりね、月間発注っていうのがあったり、季節発注ですからね、3ヶ月ごとに3ヶ月先の発注をしたりとかで、実際チョコレートに関しては私はちょっと担当外だったんで分かりませんけども、12月ぐらいにチョコレートのね売り場計画をドライグロッサリーの担当者がやってたのは覚えてますね。12月にバレンタインデーがどうこうとか言ってからね、で他の部門のスーパーの部門の他の人にもチョコどのぐらい買うみたいな感じで、従業員が買うチョコレートのなんかこう発注も取ってたりとかね、そんなのありましたね。はい、いろいろとお話ししましたけども、ちょっとした雑談程度に聞いていただければと思います。こちらの方もありがとうございました。ではお疲れ様です。